いいサーブになる。ブロック、これはいい形が一つ鎮西出ました。ナイスブロックです。東亜の中道を止めました。火車ですね、はい、中道のサーブ崩されたか、持ち直している。うわ、松本難しいボールでしたけれども、ふとみもよく上げましたね、はい、うん、難しい体勢。ここもいいサーブになる。ネット際南が上げて井野渡らないと、しかしここ1本で切っていきます。今のは高いです。はい、高さがありました。井野渡ブライト187センチ、最高到達点は3メーター30センチ。何度でも井野渡に上げる。いやー、しっかりと手が出ています。いやー、うまいですね、この1点ですよね。そうですね、サイドアウトしっかり取れば鎮西有利ですけどね。ここでブレイクを取れれば東亜に一気に傾くか、大事な一歩になる。ライトに振っていきましたが、これはサイドラインギリギリというジャッジですけれども、今のは本当に微妙なところでしたよね。見えなかったですね。東亜サイドはアウトだと言いましたけれども、あ、主審は鎮西のポイントを認めました。大きな1点が鎮西に灯りまして、鎮西が第1セットセットポイントです。セットポイントは鎮西です。松本がしっかりと落ち着いて決めていきました。シーソーゲーム第1セット25対23、まずは鎮西がものにしました。後ろからの2段トス、これは打つことができない。鎮西は誰を使うか、やはり火車だ。火車を使ってきました。火車調子良さそうですね。南にしっかりと帰ります。井野股、バチンという音がここまで聞こえます。そして今度はクイック、押し込むがしっかりとつないでいる鎮西。そして火車、あー、コースに入っています。もう一度鎮西です。もう一度火車、ナイスバイクですね。インナーのクロスを抜いていきました。アタックラインよりも前に落ちたような、そうですね、そういう鋭いスパイクでした。鎮西のブロックポイント、その猪俣を止めました。そして今は金子も日高も前衛フロントロー、サウスポーの選手が2人前にいますが、ここは猪俣ブライトのバックアタックをシャットアウト。鎮西の高さが生きるようになってきました。柔らかいサーブ、松本が入ってきます。最後もこの1年生松本が決めて25点目。今大会高さナンバーワンの鎮西がその高さで東亜をねじ伏せました。セットカウント2対0、鎮西が東亜学園を破って4年連続のベスト8以上へ上々の立ち上がりを見せています。